はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。優しい猫主演女優優香さん、志村けんさん死んでお仕事ないのかな様、ご手紙いただきました。ありがとうございます。奈良県の Y 様、ご支援とお手紙ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もありがとうございます。おととい届いてきたんですけれども、なんか頭のてっぺんとんがっちゃってですね、ちびまる子ちゃんの長沢くんみたいになっちゃったな。で昨日ですね、都知事選向けに写真、撮ってきたんですけれども、ポスターの写真ね、4年も前に撮ったやつを、アイコンにしておるんですけれども、一応選挙はですね、最近のもの、最近の写真というふうに決められておりまして、4年前の使うわけいかねえよな、さすがに言われるよなっていうことで、昨日写真撮ってまいりました。そこで気づいたことなんですけれども、撮った写真何十枚か渡されて、この中から選んでみたいに言われるんですけれども、にかって洗った写真は笑いじわがすごくて、修正しきれんなこの仕様はなんて思ってですね、微笑んでる感じ、あんまり笑いじやすごくないやつ、選びましたけれども、年取るとにっかり笑うこともできなくなると悲しくなって、しまいました。岸田総理ご一行、今米国に行ってですね、韓国ユン大統領もいてですね、日米韓首脳会談したそうであります。会談後の共同記者会見で岸田総理、日米韓3カ国の軍事連携は時代の要請、日米韓パートナーシップの新時代を開いていく、決意を示すと、具体的には何も言ってないですけど、スローガンですか。時代の要請っていうのは、中国が危ねえから、中国がなんかやばいからっていうことでしょうかね。日米間で軍事連携しなくちゃいけないんだってっていう、世論であります。自民党が与党のうちはこれからも韓国と仲良し路線が続くんだろうな。どうせ、韓国の大統領が変わればグダグダになるんだから、連携は無駄無駄。私も無駄だと思うんですよね。連携ってさ、こうなったらこうしましょうね、ああなったらこうしましょうねっていう、決まり事に基づいて行ないじゃないですか。それがですね、日本が併合する前、約束っていう概念と言葉もなくてですね、日本が約束ってこういうもんだんで、教えてやってですね、未だに韓国ではそのまんま言葉使ってたと思いましたよ。約束のことは韓国では約束、約束をかなんか言って、そのまま概念が苦手だから、とにかく、1909年でしたっけ、日韓併合って。それまで、願ったんだから約束って。連携なんか無駄っていうか無理なんじゃねえのかな。韓国外してもらっていいですか。安倍総理がいなくなってからきつい話が続くな。スワップ決めた岸田は絶対に余計なことをする、法則発動だ、やめとけ。ベトナム戦争でも韓国軍に付き合ってもらった米軍負けちゃいましたよね。負けちゃいましたよね。法則発動ですよねこれね。竹島を軍事占領されている敵国となんで軍事連携しなくちゃいけねえんだ。アメリカのご利用しなんだろうけど、レーダー照射事件もうやむやだし、少しは言い返したらどうなんだ。こんなやつと連携で行くかって、少し言い返したらどうなんだ。情けないな。韓国は軍事指揮権を米国に渡してるぐらい完全完璧な属国なんですけれども、日本も米国の属国から出してないよなーってがっかりします。韓国が完全な属国ならば、外交の責任って米国にあるんでは。これ米国52番目の州関州かなんかってみなして、竹島返せっていうのと、レーダー事件を謝罪し再発防止に努めろは米国に言うべきでは、米国国務省に言うべきでは。岸田には無理なんですけどね。イーロン・マスク、ツイッター X のブロック機能を廃止します。メッセージブロックは残します。一度困惑と、世論です。ひろゆきさん、反論する人をブロックしまくってデマを流してる人は涙目。
詐欺師が減るのは良いこと、ブロック太郎と蓮舫と磯子は逃亡だな。商材業者が多すぎて、まあこの人は商材業者ブロックしまくってんでしょうね。ミュート機能が残るならエロアカに粘着されたら嫌だな。エロアカ多いよね。河野太郎、この人はブロック太郎って意味を取ってますもんね。広告も同時にブロックされるからだろ。有料アカウントはブロックできます。こうなりそう。嘘つきは大変だな。次になくなるのは鍵だろうな。鍵アカウントですか。鍵アカウントも広告見てくれんだから大丈夫じゃないのかな。自分の見せないだけで。マジでですね、有料アカウントはブロック機能使えます。だから皆さん有料アカウントしてくださいって。これになりそうだな。ブロックされたら広告の表示回数減っちゃうだろうなってことなんでしょうけどね。なんか広告の収益の分配しますなんても言ってるし、私は以前に議会に難癖陳情出されるっていうひどい目あってますんで、積極的にパヨをブロックしまくっております。ネットでヘイトスピーチを繰り返す靴沢を豊島区議会は何とかしてくださいって陳情出されちゃって、可決されちゃったんだよな。あ、それ私反論したんですけど、そんなねヘイトスピーチ繰り返したら YouTube のアカウントも Twitter のアカウントもとっくになくなってるわって反論したんですけど、バカな豊島区議会議員はそんなことも分からずに私以外の全会一致で、可決ひどい目遭いました、あの時は。たまにネトウヨで検索して、それを敵視しているパヨアカウントをですねブロックするのが私の趣味であります。暗いっすね暗い。こうなりそう、ああなりそうっていういろんな予想が飛び交ってますけれども、実施されないと、まあ実際のとこは分かんないですね。でもさすがオーナー社長だな、思いっきりがいい。雇われ社長だとこうはいかないですよね。こんな劇的な改善改正変化できないですよね。嘘つきやデマは確かに減りそうだな。本気でですね小林製薬パヨコロリ、ぜひとも欲しいなこれ、を狙ってんでしょうかね。文句言いながらも未だにしがみついてますもんね、あいつらね。利根川水系のダム貯水率が約 66% になりまして、そういえば台風7号の3日間なんか1ミリ、1時間1ミリみたいな、弱い雨、降った以外は晴れの日続いてますもんね。今日も晴れだし。小池都知事、記者会見、節水にご協力を都民に呼びかけと。世論です。うちはもう限界、節水はもう限界、うどん茹でなきゃ。これ戦中のイタリア軍がですねアフリカの砂漠で大量に水使うパスタを茹でまくってたちまち水がなくなったっていう話が有名な話でありまして、うるせえ打ち道するぞ、庶民はもう頑張ってんじゃないの、まだ6割あるなら余裕だろ、自分はポーズばっかで何もしてないのに他人にお願いばっか、都知事の化粧を落とすのにどれだけの水が使われているのか品川区と大田区は相模川水系だから節水しなくていい。そうなんだ。この記事の第一印象なんですけど、政治センスねえなこの人な。庶民は水道代節約のためにすでに限界まで節水してるでしょ。そんな無駄遣いしてるなんて人いないっしょ。景気悪いしね。今時企業でもですね無駄な水使ってるエコじゃないとこないよね。そんなのエコじゃないとかすぐ叩かれながら、つまりこれは勉強してる人に勉強しろ、働いてる人に働けって言ってるのもんで一度イラッとしますよね。小池都知事の公約達成率は驚異の 0%。 何もやってませんよこの人。公約にないですねソーラーやら伐採だらはすぐやんのにね。自分で何もせんと他人にはお願いばっかのくれくれ政治は嫌われますよね。むしろね有権者のお願いを、叶えてこその政治家なのにね、くれくれ政治のギャグ、やってあげて、感謝されて、次も当選できるっていうのが政治家なのにね。8月18日 C 活動、共産党は党員だ大募集です。特に若い皆さんに一員になってほしい。入党を呼びかけ、世論であります。ダメ絶対カルトの会議怖い。赤旗も読めるよ。強制金づる集まれ若者かっこ60代今の若者は
そこまでバカじゃない。シールズや選挙ガールズはどこ行ったの。ミスターサドルメンズ今まで無理だったんだから無理だぞ。共産党員お若手65歳、が入ってきた。どうしたのって、いや定年なんて暇になっちゃったのね。若手、若い人も入ってくるのは心強いな。65歳、まあこんな感じでしょう。どうせ、今の若者はバカで幼稚は令和に行っちゃうんじゃないでしょうかね。公安監視対象であるとは発表されてないし、まあ監視はされてると思いますけれども、公的に令和を監視してますとは発表はまだですもんね。それに何十年も頑張ってきて、どんな手段使っても若者入ってくれなくて、とうとう平均年齢がですね70歳突破してんだから無理でしょ。 C が代表のうちは全然無理でしょ。C 和夫が代表は退いてですね、30代が代表になるとか劇的変化でもない限り無理でしょ。私が代表になって共産主義を捨ててですね、で名前も変えるという劇的な変化ない限り無理だよね。だがそれ言った通りのですね、我が党に対する攻撃とか言って問答無用で除名するんだから、まあそれも無理と、いうことで、韓国旅行中の日本人ダウト女性が路上で殴られる暴行事件発生、動画が SNS で拡散してしまいました。サンモニ青木なんて読むのこれ、青木なんて読むんだこれ、読めねえ漢字つけやがって、キラキラネームがつ。日本と韓国の違いはない。韓国が治安が悪いとか一切ない。ニュースが大きく報じられて悪循環、何言ってんだこいつと大評判になりました。なんで日韓を比較しなくちゃいけない。悪循環って何が何の悪循環なのだというですね、まあ韓国旅行に行ってほしくて必死なんですろうけど、世論であります。なんか必死感が伝わる。いつもの国賊紳士青霧じゃないですか。青霧っていうあだ名なんですかね。この人もあちらの方かしら。たった10倍ぐらいは誤差の範囲。こいつも同族に甘いな。そもそも日本と比べる必要あるのかよ。目はつり上がってるしね、顔がぼーっと浮いてるでしょう。これ気違いの顔ですわ今時韓国旅行の女性って本当に日本人自称じゃなくてただのお里帰りだったんじゃねえのぺって感じなんですけど、10万人あたりの犯罪件数被害者数2021年、殺人日本 0.23 人、韓国 0.51 人、2倍強。性犯罪日本 5.0 人、韓国 45.9 人、9倍ですね。3位日本 26.0 人、韓国699.3 人、約27倍。暴行傷害恐喝など暴力犯罪、日本 45.2 人、韓国 450.6 人と役に立ちましたか。工作員青霧はですね、テレビで嘘ばっかついてんじゃねえよ。今回の青霧の嘘はですね、それはあなたの感想ですよね。なんかソースあるんですかね。嘘つくのをやめてもらっていいですかが完璧にフィットする事案ですね。嘘つき退治パヨ退治にいいテンプレを後世に残してくれましたね、ひろゆきさん。テレビの信用としてテレビ離れには貢献してますね、青霧ね。性犯罪は強姦暴行、性暴行痴漢などを含む、これが9倍になってますけども、強姦率は日本の13倍っていう数字が出回ってんで、性犯罪の中の強姦の率が日本より高いんじゃないかと推測いたします。鉄道が日本ほど発達してないんで痴漢が少なそうですね、韓国ではね。暴力犯罪は日本の約10倍。調べてちょっと驚いたのがですね、日本の27倍に達する詐欺の多さにびっくりしました。そういえばハンギョレだか朝鮮尻尾だか忘れましたけれども、我が国は詐欺大国、どいつもこいつも人騙すことばっか考えやがってて嘆きの記事書いてました。うつ記事書いてました。韓国の新聞ってなんか変な数字拾って喜んだかと思えば、我に返って絶望したりと躁鬱が激しいです。過去に韓国の厚労省にあたるところがですね、国民の 75.6% が何らかの精神疾患って発表してたし、新聞記者も
まあ例外ではないのかな。とにかく嘘ばっかのテレビは捨てましょう。何も困りません。テレビ見てるとバカになるは全くの真実であります。いいものばっかり見せられて、あれも欲しい、これも欲しいって欲求不満が高じてですね、情緒不安定にもなりますし、テレビ捨てると精神が安定いたします。私がそのソースであります。メール当院さん大募集であります。毎日届く読むだけで賢くなるメールを買ってくださり、日本改革党をお支えください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。